感じありましたけど、そうじゃなくなってくると待ってんのに出ないんですよ、ジャックが。チュンリー戦をやりすぎて他のキャラ戦が上手くなったというまあ、ありますね。まあ、チュンリーは特に固くいかないとダメだと思うんで、そうそれが他のキャラに生きるっていうのはあるとは思いますけど、いや、めっちゃやりづらいですよ。基本やっぱシャルさんとかニガさんとかのじ合いだとダメなんで、だけど一発勝負じゃなかったっていう、それはね、いいのか悪いのか分かんないですけど、この間あのエースもそんな感じだったんで、まあでもこっちも苦手意識ないから大会に結構ニュートラルの気持ちで臨めるかなっていうので思ってますわ、はい、僕ね、デイトナ好きでフジモンにいい勝負できたのが結構自信になってて、そっからあ、これやっぱ当たってたんだなって、自分の攻略が思えるようになってから、はい、結構良くなりましたね。ムーさんの DJ 前ボコボコにされてたんだけど、誰のムーさん、ムーさん、ムーさん上手いのかな。いや、ムーさんのね、飛びを通すと即死するから、え、飛びを通すと即死するんで、あ、飛びを通さないにはどうしたらいいか、やっぱ転ばない、あとあの二段飛びあるじゃん、はいはい、二人飛びして、そう、あれニカさん、ニカさんは食らってくれたんですよ。あ、シャルさんはダメなんですよ。あ、本当。アッパーとかに、上り中盤とかやってくるんで、あ、タマさんとかはアッパーで逆タックかけられるんで、アッパー、アッ、だから2回目にアッパー出して、したためないか、でもつかみがあるん でつかみだったら逃げても、え、中盤でこっちが空中やられになるんで美味しくないんですよ。僕単純ね、投げ抜けをサガミ上盤でやってるの。ああ、まあそれはそれでありですね。で最後の一手以外だったらすごい強いんです、それが。そう、まあそうっすね。あれをね、 DJ 側がちゃんと対策して、さらにしゃがみ強パンすかしてスライディングぐらいやってくると、もう次は飛びにピュールから、え、しゃがみ強パン、あ、出させて、出させて、ああ、そうっすね、うん、今度こそめくりに行って、しかも投げるピュール、まあ、多分本当はそのジャクエアスラー打って端足で待ってろみたいな感じだとは思うんですけど、そこも俺もまだ掴んでないんで、エアスラは追っかけられるのは嫌だね、結局。そう、ジャクエアスラ端足で打たれて歩かれて、まあガードしかなくって、でそこでね、下がってくれる DJ は大丈夫。まあそうですよね、こっちがゲージ溜めれるんで、多分そこなんですよね。目の前で技空振りながら隙あらば前に歩いて投げようとするやつが一番きつくて、うん、はいはい、その投げ受け身でいいと思ってると、うん、一瞬で画面走くんだ。まあそうですね、投げの後画面端っこからもって下げてもいいじゃん。はい、もう本当にヤバくて、大西くんがこの間 DJ やってたんだけど、まあ投げしかやんないんだ。はいはいはい、そうですね、硬いやつにはこれだって、前出て投げてたかもな、ね、硬い相手にはどうするかっていうのもね、ゲージ溜まったらね、こっちのオフェンスだから、クレイジーが溜まっちゃったら、うん、あ、この竜はサトリです。クサチュンリー対サトリ竜です。あ、バイソンの飛びにリバサマシンガンはやると食らってたのは全部やってますだろうね。リバサマシンガン出ないんで俺、あれを、拡販なしにするのは
バイソンの飛びの距離によるんで、そう、離れてジャンプショーキックで飛ぶとダメなんですよ。そっからバイソンは投げ前なんでタクへかけられるけども、 DJ 側は出すか出さないかを間合いを見て見極めないといけない。え？で、あのカス当たりで残りが光るやつになっちゃうと、ダッシュ系が確定するんで、下手すると強ストレートが入っちゃう。そう、先端だと多分後半のマシンガンが当たんないで、え、中盤オアぐらい入るんじゃないですかね。いや、ちょっと遠い。入んない、うん、オアぐらい。でも立ち、強ストレート入るんであればもう全然 OK、 絶対先飛びいけるから。そうそう、まあ多分今日ほとんど強キックだとかだったと思うんで、マシンガンが出てれば地上でガードされるか、運が悪いとヒットになるんですけど、出ないんですよ。わかる。とにかく出ない。その代わりジャックとソバットは出る。マシンガンは出ない。本当に出ない。その後のね、あのボタン連打とかはもう考えなきゃいけないから、ちょっとコマンド難しいよね。そう、あれ、あそこだけは擦るんですけど、出ない。擦るがゆえに出なくなる。俺擦んないから、出ないんですよ。あれがね、困る。あれが本当に困る。マジで出ない。あれだってワン、アントミー高かったなと思って、ワンボタンで俺ダイジャックとか出るのに、マシンガン出ないんですよ。マジで意味わかんない。ちょっと、指押しでなんかないかなってやったけど、逆にそれもなんか出ない。後ろが出ないんで。なんでだろうね。わかんない。わかるけども出ないんですよね。まあそこは練習あるのに。思い出してきた。あー、結構 X やりましたわ今日、久しぶりに。俺また喋ってやってないな、ダメだな。対戦しといた方がいいよ。意味ないな。いや、だって俺だからバイソンかダルシムがいいか。ダルシムちょうど空いてる。空いてる、やろ。ダルシムか分かんないけど、 DJ か。あ、まあまあまあいいんじゃない。あ、思い出してきましたね、これ。さあ、草チュンリーの口が舞一文字に結ばれ、これは東東流中ゴス。今のうまいね、うまいね。いや、強いね、これ。うおー、うまいね。本当は食らない飛び越し投げをさっき食らっていたという、やっぱ忘れてただけですね。あ、これ録画残ってるんで、後で福山さんはちゃんと勉強してください。勉強してくださいって僕が言うあれじゃないですけど、もういい教材だと思いますよ。できる。この組み合わせ僕はツンリーだと思うんだよね。ほら、ツンリー使いがゲーム下手なだけだもん、これ。ワンボタンでいいんすよ、コマンドいらないんすよ。サソリさんのですね、
まあ最近はね、悠々離節を唱えてる人が多くて、まあいくつかそのポイントがあるんですけども、お互い何でしょう、そののらりくらりやってゲージが溜まらるのを待つ対戦が開幕ゲージの溜め合いをするという形になるんですよ。でも溜められたらまた違うんじゃないですか、局面が変わる。チェンリーと竜が開幕から溜め合ったらどっちが先に溜まります？竜だと。微妙に竜なんですよ。そこがまずキャラ差の一つっていうのが悠々離節の一つの元になっていて、でも戦列客と、はいはい、お、うまい、うまい、うわーすぐ飛ぶ星人、お離せんかそこは。そのチュンリーが溜まるまでが第1部というか第1部になって、うん、でそこまでにリードしましょう、リードしてないと相当苦しくなりますよね。それがまあ理想ですね。で溜まってからが第2部みたいなイメージなんですよね、リュウチュンリーも。あ、違う、チュンリー視点で見るとない。あ、あ、たまにある、たまにある、うん、100% じゃないですよ。チュンリー視点で見ると、はい、バイソンにもと似たような、バイソンとチュンリー戦、バイソン戦と結構似てるようなイメージなんですよ。いや、どうかな。あ、でも流線で見たら止まるまで溜めさせないように動かないといけないっていうのところは似てますね。どちらチュンリーかバイソンがあのシンクハスーパーフォーム出してくれたらまた第1部に戻るみたいな。いや、もう戻んないですよ、当たっちゃったら。あのスーパーフォームをゲージを使ったら、あ、使ってくれたらまたその第1部に戻って、そうですね、繰り返しみたいな、うん、まあね、玉抜けがあるからみんなそうっすね。玉抜けがしかも半分減りますからね。溜め合ったら竜だと思うんですけど、スーパーコンボのゲージをゲージ回収でも、うん、チュンリーの方がなんかどうなの、どういったらいいのかな、いい感じで溜めれそうな気がしますね。なんだろう、そうっすね、竜は。あ、でもね、どっちも思い切り溜めようと思ったら下がる羽目になるんで、陣取りで負けるじゃないですか。で端っこで詰められた時どっちきついって言ったら竜とチュンリー、竜側が端っこに詰めている、はい、チュンリー側が画面端に詰めている、どっちが強いかな。まあいい勝負だと思うんですけど、どっちもきついんで。チューブに、まあ、この前言わせていただいたんですが、おたちゃんさんと直接話させていただいて、はい、あとまあ動画でも本人様がおっしゃってたんですけど、まあ残り体力と投げで死ぬお互いになった時に、やっぱチュンリーは1回投げでいいんですけど、リュウは3回投げか読めがないと勝てないよっていうので、B チュンリーなんじゃないのかなみたいな話をしていただいて、あーでもさすがに納得しましたわって言ってましたけど、まあ投げがアホみたいに減りますし、足も速いんで、あとリュウが困った時に振ってしまう技にチュンリーの技がとても強い、その相性が悪いんですよね、竜のその暴れに対するチュンリーの下座が。真ん中の攻めは竜の方が強いんですよ、結構圧倒的に強くて、ファイヤーって言うんですか、うん、安全に置き攻めしつつゲージ回収ができる。しかもそれを我慢しようとすると中下と近くるんですよ。チュンリーのね、その無敵技があんま横に強くないっていうのがポイントでありますね。先ほどからテンションしかしに、俺はもう打球してアッパーとかなっちゃうんですけど、昇竜拳かジャンプ中マリオパンチ絶対合ってるんで、それはだからめちゃくちゃ意識してると思うんです。だからもう染みついてると思うんですよ。意識してるんじゃなくて、もうそうなんですけど、そもそもそのつもりでお決めしてるんです。サトルさんがってこと、そう用意してるってこと、用意もちろんそうです。じゃないとさすがにダメですよ、うん、それはしないとダメなところです。基本って言ってもね、
基本というかどこまで意識して、はい、置き攻めをする予定でいるのか、龍河ですね、チュンリに対して龍河、まあ、どっちもそうですよ、うん、あこの場合は相手の行動が一切当たらない場合です、はい、で何が来るか分からないって構えてたら何にも反応できないですね、迷うと思います、うん、絞れてないからだからどれか出させようっつってやるべきなんですね、何をやったら何を出してきますかって、どこ、ああ、そう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 、大ボスって被弾しないんですか、大ボス被弾します、そうなんですか、だから遠くでハローモーションを見て、一緒なんですよね、肘が、うん、似てるのと、あと弱波動を見ようとすると結構引きつけなきゃいけないんですね、あの線列で抜けるの、線列、そうそうそう、でそうすると第5数に見逃しちゃうんだ、微妙に遅れるんです、お心理戦の域ですよね、そうなってくると、でも僕は前歩きでいいと思う、前に歩けば、あ、チュンリーに下段になるように、そう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 、打つんですよ、あとやっぱその今だからお聞きしたかったんですけど、チュンリーがこう飛び越し投げに対するこの答えっていうのは、はい、飛び越し投げをさせないようにもっと前に行く、仮にその場面になっちゃったらもう投げられ安定ってことなんですか、前飛び、前飛びなんですか、落ちたやつを龍の場合はもっと便利で竜巻もあるんで、そこしゃがみ中パンチを早めに置いてみたいな、いや、ね、くぐったらしゃがみ中パンチ、アッパー波動でもいい、ああ書いてますね、そう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 、そうですね、強昇竜ができれば一番いいんですけど、振り向くかどうかはよく分かんないんで、